はい、レオンチャンネルです。ライダーストア東京に変身サウンドカードの新作がまたまたたくさん出ましたので全部買ってきました。この3枚がつい最近出て2週ぐらい前にこの2枚だったかな、仮面ライダーエデンとヘルライジングが同時に発売して、で最近001となでしこ1型となかなかの01祭りじゃない。カード絵柄細かく見ると価格はいつもと変わらず1枚330円で、リアルタイムと映画のタイトルがありつつ仮面ライダーエデンね、この怪しい画像最高にかっこいいんだけど、これ撮り下ろしだよね。でエデンドライバーがここにあり、でも伊藤秀明さんのさカスタムエデンドライバーのせいでなんとなく赤いゼロワンドライバーを使うのが基本みたいなイメージがある、あの中国のイベント限定の赤いゼロワンドライバーね、それは以前動画で再現しましたが、そしてヘルライジングホッパーでこれもリアルタイムと書いてあって、この方法しか思いつかなかったアルトが変身した闇落ちじゃないけど力が制御できないような危ない状態ね、あと体の負担も限界突破してると。そして001で覚えてますか、01ドライバーの代わりにフォースライザーを使って01の力を強引に引き出した姿ね。なのでちょっと滅亡人雷的なスーツでありながらもちゃんと01のカラーになってってると。てか全部あれなんだな、劇場版系なんだな今回。そして仮面ライダー1型でアルトパパの変身状態ね。てか01いろんなエピソードが描かれながらも意外とアルトのおじいちゃんとかパパとか掘り下げが少なかったよな。スーツもめっちゃかっこいいけど、これはいろんなライダーにもうスーツが転生されましたからね。あとはここの赤いラインが超高速スピードによって赤いマフラーに、残像で赤いマフラーに見えるっていうあの演出は最高にかっこよかったと思います。で仮面ライダーなでしこ宇宙来たで、なでしこドライバーほんとデラックス玩具で発売してくれたのマジ奇跡だよな。はい、読み込みましたので、いいね、最新のものまで埋まってますね。エデンの音を聞きたいからまずエデンから行こう。これが変身前の状態で、プロライズイマジンアイディア、相変わらず怪しい音声してんな。エデン、ザ・仮面ライダー。じゃあ次が同じ映画関連で、ヘルライジング行こう。なんだったっけ？ヘブン・オア・ヘル以外も忘れてた。リアルタイムの2つの変身をやばいね。では1型。はい、これが変身前のビジュアルで、仮面ライダーサイクロンライズロッキンホッパータイプ1。シンプルでいい。これはおもちゃで聞きまくったな。仮面ライダータイプ1、仮面ライダーサイクロンライズロッキンホッパータイプ1。あれ変身ポーズもアルトの逆再生みたいなのを取り込んでるんだっけ。001、はい、フォースライザーにライジングホッパーがハマってて、フォースライズあくまで変身としてはライジングホッパーなんだけど、ブレイクダウンなんですよね。フォースライズライジングホッパー。
でも01ね、令和一作目は変身ベルトが多くてね。令和は変身ベルトの多さで攻めるのかみたいな感じだったもんね。で、なでしこ。お、いいね。CG がなんかめっちゃリアル。なでしこ。宇宙来たーで、そう、基本は銀ちゃんと変わんないんですよね。なでしこ。変身。やっぱいいなぁ、変身サウンドカード。この5種類が新たに発売されました。ちょっと絵でもう一回聞いていい？そう、この事件にアズが絡んでるのもあって、アークのね、起動ボイスも入ってるんですよね。ちなみにシークレットページは特に更新されてませんね。でもそう思うとまだガッチャードライバー出てないよな。意外とあれか、デザイアドライバー系もあんまりないか。デュオルオン。そうだね、よくよく考えたら D9 とか欲しいとこっすね。まあ、こんな感じでたまに発売するスペシャルカード版は必殺技まで入ってますね。まあ、とりあえずこの辺りの新アイテムが発売したのと、相変わらずいろんなライダーのね、変身サウンドカードを店頭で売ってますので、気になった人は1枚ね、300円とかですから気軽に買ってみましょう。いつもレジ横の売れそうな位置に置いてあるし、毎年新発売すると割と減ってる感があるので、一応人気シリーズなんですね。ちゃんと継続されてるようでよかった。以上、ライダーストア限定新作変身サウンドカードの紹介でした。